かつて獅子神と呼ばれた母には最強の守護神がいた。人知を超えた力を持つその七人は変人だった。俺の名前はレオ・アルファーノ。家業は誇り高きマフィアだ。来日した俺のミッションは亡き母の部下最強の七人を探すこと。掛け軸。面倒くさがりな漁業の神エビス。おかん気質な豊穣の神大黒天。ロックラブな音楽の神弁財天。怒ると怖い人徳の神福禄寿。女好きな長寿の神寿老人。情緒不安定な開運の神ホテイ。無邪気な戦闘の神毘沙門天。見覚えのある悪夢に出てきた冷たい目。俺のファミリーになってもらう。お家復興対抗マフィア撲滅。共に戦うは七福神。七福マフィア